バスケットボールリトアニア代表はリトアニアバスケットボール連盟により国際大会に派遣されるバスケットボールのナショナルチームである。1937年欧州選手権に初出場し優勝。リトアニアのカウナスで開催された1939年欧州選手権でも優勝し連覇を果たした。リトアニアは1940年にソビエト連邦に編入される。 その後、ソ連代表にリトアニア出身の選手が主力として多く起用され、ソ連は世界屈指の強豪となる。リトアニアは1990年にソ連からの独立回復を宣言。1992年に国際バスケットボール連盟に加盟し、その年のバルセロナオリンピックに出場。これがバスケットボールリトアニア代表にとって、 初めてのオリンピック出場となった。この大会で銅メダルを獲得した後、アトランタ五輪、シドニー五輪と3大会連続で銅メダルを獲得する。1998年には世界選手権にも初出場。2010年大会で3位となった。欧州選手権には1995年大会に出場し、準優勝。2003年大会では、 1939年以来となる優勝を果たした。2017年バスケットボール男子欧州選手権に出場した選手は以下の通りである。選手は代表初選出の年の順に並んでいる。なお、世界は世界選手権、WC はワールドカップ、EB はユーロバスケット、県はプレイングコーチを指す。 ヘッドコーチは初めて就任した年の順に並んでいる。なお、世界は世界選手権、WC はワールドカップ、EB はユーロバスケッと県はプレイングコーチを指す。ありがとうございます。